はい、タンタンです。うちの方でですね、ようやく今度 KID の方をお取り扱い、できるようになりまして、第1弾でいくつか楽器の方入ってきてますんで、ご紹介したいと思います。まずこちらの方がですね、RF の、K7 の OVA ですね。K7 というシリーズの、オバンコールモデルになっております。で、VS なんでヴィンテージサンバーストですね。こちら、スプルストップのオバンコールのサイドバックの仕様になっています。KID の中ではね、比較的、コストパフォーマンスの高い方のモデルになってまして、作りはね、本当にしっかりしてるんですけれども、値段的にだいぶ抑えられた仕様になってますね。で、音の方も。小さいながらしっかりと音が出て、でこのモデルのまあ特徴としてやはり大きく挙げられるのがこの中のエアリーブレーシングですかね。あのブレーシングにですね、スキャロップとは違って、一つ一つのこうブレーシングにこう穴を開けて、軽量化を図るというか、もうまあスキャロップに近いような、雰囲気を出そうということのようなんですけども、スキャロップよりもねやっぱりちょっと音の感じ違ってて、もう少しダイナミックな音かなという印象ですね。なかなか他にねやってるようなところはないので、変わった雰囲気の音にはなってるんですけれども、十分ねこの楽器としてこの個体のねあの大きさからは、とは思えないような音、迫力のあるというかしっかりとした音が出てるかなと思います。強くアタックすると若干暴れる感じあるんですけども、この辺もねちょっといなたい雰囲気で、逆にブルージーな曲なんかをやると結構ハマるのかなっていう感じもします。全体にはいわゆる RF っていうシリーズ、人気のねエンジェルシリーズの中の RF の形をまあ元にしているので、小ぶりで非常に弾きやすいですし、なかなか この値段でこのクオリティだったら本当に、1本目として考えてもかなりいい楽器になるんじゃないかなと思います。はい、ということで、RF の KID ですね、 RF の K7 の、オバンコールのヴィンテージサンバーストモデルですね。こちらの方店頭の方に今度から販売、できるようになりましたので、ぜひあの近くの方なんかは、いくつか、KID 展示してますんで、ぜひお越しいただければと思います。それではタンタンでした。